この子を描いていく。しっかり資料を見て描かないとね。資料を見るのは大変だな。髪の色はこんな感じなんだね。作れるかな。あるいえ、全然違くね。めんどくせえ。そんな時は新機能の参照ウィンドウを召喚させよう。設定を開いて参照ウィンドウをオンにすると、なんと追加されたぜ。カメラボタンを押してフォトライブラリーにある参考資料を選ぶぜ。選んだぜ。大きさや位置も自由自在だぜ。これで参考資料を見ながら絵を描くぜ。参照ウィンドウの画像を長押しすると色が取れるよ。完成。近々公開の新機能をお楽しみに。